ハローエブリワン、どうも家勝です。今回はですね、ストリームデック、これをですね、仕事でどれだけ効率的に使えるのかっていうところを、この2ヶ月ぐらいかな、いろいろ試して、ある程度形になってきたので、まだまだね、使いこなせてはいないですけども、今現状の進捗を報告したいと思います。で、このストリームデックプラスとストリームデックネオ、この2台体制で使ってる人ってなかなかいないと思うんですよね。X で2台体制で使ってらっしゃる方からヒントを得てですね、僕もちょっと試そうってことで使い始めました。できるだけキーボードとマウスからこう手を離したくないっていう時に、どこに置いたらいいかなっていろいろ試行錯誤した結果、このリストレストの間に挟むっていう方式に落ち着きました。ほんまはこのストリームデックプラスを真ん中に置きたいんですけど、思ってるよりでかくて、持ってらっしゃる方はわかると思いますし、買ったらね、ちょっと思ってるよりでかいなっていうのがもうファーストインプレッションなんですよ。これを真ん中に置くっていうのはなかなかできないんで、でこのデバイスは買ってすぐバリバリに使えるっていうことじゃなくて、自分で機能を掘り込んでいかんといかんのですよ。だから今現時点でなんか僕的には3割ぐらいしかまだ使いこなせていないかなみたいな、そんな感じなんですよ。で使い慣れてくると次の機能を足してみたいな、これがこれに使えたらいいよなっていうやつをこうどんどん足していくみたいな、そんな感じなんですよね。でまずはなんでこのリストレストの間に置くのがベストなのかっていう、僕が導き出した、この場所なんですけど、このストリームデックのアプリはストリームデックネオとストリームデックプラス別々に設定できるんですよ。で僕はいろんなプロファイルをこのストリームデックネオの方に設定してて、いろいろ切り替えながら、ここで使用することができるようにしてます。例えばフィグマとかファイナルカットプロとか、編集作業してる時にできるだけキーボードの付近から手を離したくないというので、こういうやり方になったんですよ。前はね、2つ並べて遠くに置いてたりしたんですけど、できるだけ手元で使いたいっていう結果、マジックトラックパッドをどけてですね、このストリームデックネオがここに来たっていう感じです。だからわざわざ左手の奥の方にあるストリームデックプラスを触ることなく、ストリームデックネオを手元に置いて手元で作業することができる。これがね、非常に効率的でした。具体的にはストリームデックプラスでフィグマを押すとフィグマが起動します。起動するとネオの方はもうフィグマの、もともと設定したプロファイルに切り替わるんですよ。手元でショートカットとかをここで押して使うことができます。フィグマのショートカットって覚えてます？もう全然覚えてなくて、それを事前にここに設定して目で見えるようにしておけば使いやすいよねっていう、そういう考え方です。極論でいくとネオだけでもやろうと思ったらできます。だけど2個あった方が結構便利ですよね。でこれをどういう仕組みでやってるのかっていう説明ですけど、ストリームデックプラスの画面から見ていきたいんですけど、デフォルト画面これなんですけど、左上からアップ、アプリのフォルダで、隣がリンクのフォルダみたいな感じで、アプリのフォルダを押すとアプリが出てきたりとか、リンクのフォルダを押すとリンクがこうやって表示されます。ボタンにショートカットを割り当てることもできるし、こういう感じでフォルダっぽくすることもできるっていう仕組みがまず一つ。そして二つ目がプロファイルです。ストリームデックプラスの方なんですけど、ベースのプロファイルはこの一番目のデフォルトプロファイルで、この右に映ってる感じです。で、これページはどんどん増やしていくことができます。で、それとは別に、ライトとか、ライトルームとか、ややこしいな、フォトショップとか、こういったプロファイルを別途作ることができるんですよね。で、ストリームデックネオの方にも同じようにプロファイルを作っていて、こっちはデフォルトからアプリ切り替えを自動にしてないんですけど、ストリームデックのネオの方はアプリを起動したらそのプロファイルに変わるように設定してるって感じなんですよ。だからこのプロファイルは自分がよく使うアプリ分だけ作っておけば、使った時に、そのショートカットとか機能を割り当てたプロファイルが表示されるようになります。で各プロファイルは一応こうやってプロファイル切り替えボタンがあるんで、手動で切り替えることもできます。だから会議中にね、ライトを消したいなとか思うと、ライトのプロファイルまで行ってオンオフすれば、L 型のキーライトがオンオフしたりとか、照度、光度、いろいろ変更することができるようになるっていうような仕組みなんですよね。だから基本的にはキーボードの周りから手を離さずに、すべての機能を変更することができるっていうのが、このやり方のミソです。はい、で、このストリームデックネオは、
ストリームデックプラスの3分の1ぐらいの価格で買えるんで、まあ、この1個でやるっていうのも一ついいかなとは思ってます。僕も、まあ、最初はこれで試すっていうのが理想かなって思うんですけど、デメリットもやっぱりちょっとあって、まあ、例えばストリームデックネオはUSB のケーブルがもう直付けされてるんで、絶対にこのケーブルは出てくるんですよね。これはマイナス面かなと思います。2台使いのメリットはやっぱり機能を割り振れるっていうところですよね。ストリームデックプラスの方で起動させて、細かいショートカットはネオの方で対応するっていう、まあ、こういう機能の切り分け自体ができるんで、2台あった方がまあ確実にいいのはいいですよね。でこんなん話してたら本当になんか軟弱者って思われるかもしれないんですけど、キーボードだけで全部できるやん。そりゃそうなんですよ。キーボードだけで全部できるんですよ。だから結局こんなん買わんでもキーボードのショートカット全部覚えたらいいやんけっていう話なんですけど、正直全部覚えれます？結構新しいアプリとか出てきた時に一から覚えていくのもしんどいんですよね。で僕結構作業によってキーボード変えるっていうことが最近しちゃってて、まあ、点キーが欲しい時は点キーのキーボードに変えるみたいな、まあ、そうなってくるとね、 US キーボードと HHKB でも配列違うし、なんか指の感覚で覚えれないみたいな、まあ、そういうちょっとジレンマがあって、新しいアプリのショートカットを覚える気力っていうのがやっぱりどんどん削がれていくんですよね。その反面、この液晶画面がついたボタン付きのこのデバイスっていうのは、見た目でそのショートカットが何ができるんかっていうのを表すことができるんで、まあツアーボックスエリートとかは結構キーボードに似てるんですけど、まあ、視覚的にこのショートカットを判別できるっていうので、そんなに使わないショートカットとかを割り当てておけば、目で見て作業できる、作業効率が上がる。ちょっとですよ、ちょっとかもしれないけど、ストレスと作業効率のこの時間がどんどん短縮できるっていう意味では、この目で見えるこのアイテム、これはね結構いい作業効率の時短になるんじゃないかなって僕は思ってて、あと覚える必要がないっていう、もうショートカット細かいやつあんまり使わないやつ覚える必要がないんで、まあ、そういう意味ではもうこれマストアイテムじゃないかなってもう思ってますね。僕はもう手放せなくなってます、この2つ。はい、ということで、まあ、大体の使い方っていうか使用方法は説明した通りです。エルガトのホームページにはストリームデックのこの各機能、アプリごとの機能をもうパッケージ化したものが結構な数上がってるんですよね。でちょっと前見た時はフリーのやつそんなに多くなかった印象なんですけど、今見たらねもうかなり数が増えてて相当充実してます。別にお金かけなくても、まあ、いろんな設定っていうのをここで追加していくことができるんですよね。で実際にちょっと見ながらどんなものがあるかっていうのを説明していきたいと思います。これが実際のまあページなんですけど、ストリームデックのところを見ていくと、まあ、コントロールセンター、 OBS とか YouTube とかもありますね。何ができるんやろ、まあ、こう説明も全部英語なんでちょっと英語をね読めないと内容あんまり理解できないですけど、これをインストールするとストリームデックのアプリで、まあ、それ専用の項目がざっと追加されるみたいなイメージ。あと、ウェーブリンク。これね、エルガトのウェーブ XLR っていうオーディオインターフェースがあるんですけど、それがないと使えなかったんですけど、今、アップデートされてからかな、ストリームデックプラスがあれば、ウェーブリンクを使えるようになりました。まあ、これを使えば、例えばですよ、ノイズキャンセリングとか、あと EQ の設定とか、まあ、できたりとか、あと多機能マイクじゃないやつ、僕が使ってる SM7B とかをボタン1個でミュートにしたりとかっていう、まあこう USB マイクみたいな機能が使えるようになるっていうのもあります。あとはパワーポイント、 YouTube 何個もあるな。これは何だろう、 YouTube ティッカーなんかようわからないです、まだ使ってないね。他にもたくさんありますね。うん、これも設定すればここで調整ができるっていうことになるんだろうなっていう感じです。まあ、こんな感じでアプリを追加すれば設定項目が増えるみたいな、そんな感じのイメージです。だからいちいちショートカットだけを大量に量産する必要はなくて、まあ、ここにあるものを掘り込めば結構簡単にいろんなことができるようになるっていうので、まあ、気に入った機能
使いたいアプリをこう探していくと、まあ、ここにいろんな、パッケージ化されたショートカットとかが充実してるっていう感じですね。まあ、これを足していけばそんなに設定難しくないかなと思うんですけど、とにかく数がすごいんで、全部一気にこう足していくとえらいことになるんで、まあ、自分が使ってて、あ、この機能あったらいいなってなってから探すっていうのも一つの手かと思います。で、まあ、このアプリ足せば使えるんですけど、エルガトのやっぱり製品、例えばフェイスカムネオとかキーライトとかもそうなんですけど、純正製品っていうのはもう一段階使いやすくなってて、もうね、なんだろう、調光から何から、カメラの設定から何から、もう全部ストリームデックでできちゃうんですよ。こういう親和性っていうのは、まあ、まずこれを使わないとわからないんですけど、めちゃくちゃ便利になりますよね。デスク関係のアイテムを全部手元で操作できるっていうのは、なんか手伸ばしてやったりする必要がないんで、めちゃくちゃ楽です。で、フェイスカムネオは結構設定細かいんですよ。だからフォーカスがとか細かいところの設定っていうのはやっぱり必然的にやらないといけないですけど、まあ、多少の操作であればストリームデックでできちゃうと。映りはこんな、僕ちょっと顔出してないんで映せないんですけど、だいたいこんな感じで映ります。で、これがズームできたりしますね。簡単にこう手元でね、ズームできるんですよ。もちろんキーライト今つきましたけど、キーライトも明るさ、色、温度、まあ、手元で全部調整できると。これがね、めちゃくちゃ便利なんですよね。手元で全部できるっていうのが。で、フェイスカムネオですよ。結構ね、感覚的にはオートフォーカスは遅めで、画質はやっぱり1080なんで、 4K で今この YouTube 撮ってるので、まあ、それから見るとちょっと荒く見えるかもしれないですけど、ウェブ会議で使う分には1080で別段問題ないんじゃないかなっていう気はしてますね。で、このカメラめちゃくちゃ寄れるんですよ。どんだけ寄れるみたいな感じで、もうほんま4センチぐらいまで寄れるんで、結構、まあ、使用用途いろいろあるんじゃないかなっていう気はしてますね。可能性はあると思います。まあ、ただセンサーはやっぱりちっちゃいと思うんで、かなりの明るさがないとやっぱノイズとか出てくるんで、明るいとこであればかなり、まあ、高画質で撮影できるんじゃないかなと。やっぱこのちっちゃさでオートフォーカスついてるっていうのはまあ便利ですよね。まあ、F 値を高くして、あのピントをね、全体的に合わすみたいなやつが多いと思うんですけど、これはそうじゃなくて、結構フォーカス手前にやると奥側がボケるみたいな感じで、あのオートフォーカス効いてんな、ちゃんと動いてるなっていう気がしますよね。マクロレンズに近いかな。最短撮影距離がまあ30ミリとかやと思うんで、相当よって撮影ができました。で、この設定項目もね、結構いろいろあるんで、追尾はしないですけど、使い勝手はいいんじゃないかなって思ってます。とにかくね、他のカメラより安いんですよ。で、なおかつストリームデックで操作がほぼ完結するっていう、まあ、そういう意味においてはね、結構良かった。ではまとめていきましょう。まあ、もともとこの Apple のマジックトラックパッドをこのアームレストの間に入れて使ってたんですけど、まあ、これでもね、ベタータッチツールっていうアプリを使えばいろいろ機能を割り当てることはできるんですけど、こう4本指でスライドとかも覚えられへんっていう、まあ、そういうのでほとんど使ってなかったんですよね。四隅をタップしたらどうなるとか、いろいろ設定はできたりするんですけど、まあ、正直ちょっと微妙やなって思ってました。で、そこで代わりにこれを置いたらどうなるのかっていうので試してみたら、すこぶる使い勝手が良かったっていうことが分かったんですよね。まあ、手元で機能が見えるデバイスを置くっていう、もうこれは左手デバイスじゃなくてセンターデバイスやなっていう気がしてます。で、デメリットを一つ挙げるとすれば、このネオは USB のケーブルが直付けっていうところが、もう絶対ケーブルがね、こうやって溢れてくるんで、まあ、そこだけ唯一残念ポイントかなっていうところでした。まあ、その他はね、もう最高のデバイスじゃないかなと思います。ぜひみんなも試してほしい。高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。それでは次回の家活でまたお会いしましょう。ではまた。